皆さんこんにちは、いくよママです。はい、今日はですね、視聴者さんからちょっとこのようなお話もね、いくよママぜひお願いしますっていうねリクエストがあったので、今日はですね、年上同世代の男子の塾女へのアプローチの仕方についてお話ししたいと思います。私が塾女ということで、結構年下の男性が塾女を口説くにはこうしたらいいよっていうね動画を結構いろいろアップはしてるんですけども、確かに年上のね男性でも同世代の男性でも塾女が好きっていう男性が多いとは思います。なんでそこに気づかなかったのかな。このいくよママチャンネルも実は50代60代65歳以上すごく多いんですよ。ってことは私よりも年上の方がこのチャンネルを見てくれてるっていうのはね、まあ嬉しいことですよね。何を隠そう、この私いくよママは年上の男性大好き、もう大好きです。若い子よりも好きかな、今のところ。はい。どうやったら年上、ね、同世代の男性が塾女を口説けるかってことは、お話しできます。まずはですね、女性はいくつになっても女でいたいんですよ。もっと言ったら女の子でいたいんですね。特に年上の男性には仕事を忘れさせてくれて、こう女にさせてくれる、それをすごく求めますね。男らしさだったりとか、エスコートだったりとか、やっぱそこはすごく大事になってくると思います。あ、そうそう。今日の概要欄に、私の LINE アット貼ってあります。この LINE アット登録してもらいますと、私がやってます、いい男3いい講座っていうね、エチケット、エスコート、エロティックを教えるね、この講座の動画を無料でプレゼントをしてますので、ぜひ LINE アット登録して、この動画を見ていただいて、基本中の基本は学んでいただけると、うん、恋愛うまくいくのかなと思います。ぜひね、年上の男性は、塾女だからっていうことで手を抜かないで、女性として、もっと言ったら女の子として扱ってあげてください。まあ、時々いるんですけど、私よりも年上の男性でね、うん、例えば私と、まあ、お店の女の子とか、私よりも年下の女の子とかとこうご飯を食べたりとかしてるとね、結構、いや、いくよママはいいよね、みたいな。うん。それはいくよママはいらないよね、みたいなこと言われるんですよ。うん。若い女の子にはやってあげるけど、これはママはもういいよねとか、ママは必要ないよねとか言われることが多いんですけど、すっごい嫌ですね。あ、すごい嫌です。なんで、塾女の私は甘えちゃいけないのとか、塾女の私はなんでそれを欲しがっちゃいけないのとかすごく思う。男性の中には、例えばお小遣い、お小遣いを若い女の子にはあげる。でも、いくよママにはあげない。なんか失礼って思っちゃう人がいるんですけど、全然、もう全然です。はい。まあ、そこは塾女だからっていう感じではなくて、やはり一人の女性として若い子と差をつけてほしくないなって思います。あとね、同世代の、まあ、私とは同世代、だから50歳ぐらいの男性が、塾女を口説く場合なんですけど、そうですね。何が楽っていうと、やっぱり同世代は友達感覚になれるので気が楽ですね。うん。だそこはめちゃくちゃ売りでいいと思います。うん。年上私好きなんですけど、年上の方だとやっぱりちょっと緊張するし、言葉も選ぶし、いくら仲良くなってもそこはなんかちゃんとするようにしてる。で、年下でまた違うじゃないですか。でも同世代だとやっぱり友達っていう感じで、すごい気楽に付き合えるみたいなところがすごく魅力なので、もうなんかこうざっくばらんに友達みたいな感じで接してあげるといいのかなと思います。年上の男性に求めるもの、うん、やっぱりね、若い男性にないものですよね。包容力だったりとか、エスコートだったりとか、こう安心感、あ、これは本当にある年上の男性には。やっぱり女はいくつになっても甘えたいのね。うん、甘えたいのよ。
そうで、若い男性も甘えさせてくれる方もいるんだけど、やっぱりね、若いですからね。なのでこの安心感、甘えたい、もうそこはね十分にやってあげてほしいなと思います。あと包容力もねあるよね、年上の男性は。あとまあ経済力、熟女だからお金もそんなに困ってないだろうからとかで、なんか変にケチらずにバチッと使ってあげるってのはすごく大事かなと思います。やっぱりいくつになっても女として扱ってほしいんですよ。ここがすごい大事です。あのいくつになっても男性も女性も恋したいですよね。私も一生恋したいと思ってます。で、恋愛に関しては本当に常日頃学びだと思ってます。で、私は、まあ、ラッキーなことに恋愛のお仕事みたいなところがあるので、日々恋愛の勉強できてます。ということで、ぜひ私のねこの経験とかそういったものを皆さんのお役に立てればいいなと思って、今無料の恋愛相談もやってます。これも概要欄に貼っときますので、ぜひクヨママと、まあズームになりますけども、ズームで無料相談していただけたら皆さんの何かお役に立てるんじゃないかなと思います。今日はですね、年上の男子、同世代の男子が熟女を口説く方法についてお話ししました。まあこのようになんか恋愛とか、今日ママこれ教えてくださいとか、今日ママどう思いますかみたいなのがあったら、どんどんコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。もちろん熟女さんからの質問もお待ちしてます。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございます。また明日会いましょう。バイバイ。Like a Hellcat.